魔法屋敷、江戸川乱歩。1。少年探偵団の中で一番体が大きくて力の強い井上一郎くんに、小学校3年生のルミちゃんという可愛い妹がありました。そのルミちゃんがある夕方、ちんどん屋の後について町外れの寂しい森の近くまで行ってしまったのです。井上くんはお母さんに頼まれて、ちょうどその時遊びに来ていた同じ団員のノロちゃん、ノロ一平くんのあだ名と二人で方々を探し回って、やっとルミちゃんを見つけましたが、ルミちゃんはちんどん屋のおじさんが面白いものを見せてやるというから一緒に行くのだと言って、どうしても帰りません。君たちにも見せてあげるから一緒においで。それは不思議な面白いものだよ。とんがり帽子をかぶり、ダブダブの道化服を着て、顔には真っ白なおしろいを塗ったちんどん屋が優しく言いました。そして三人は町外れの森の中の古い赤レンガの西洋館へ連れ込まれたのです。みんなが入り口を入ってドアを閉めると、中は真っ暗でした。あら、ちんどん屋さん、どこへ行ったの？ルミちゃんが叫びました。しかし、何の答えもありません。井上くんは手探りでルミちゃんを探し、その手を取りました。臆病者のノロちゃんは、井上くんの体にしがみついています。するとその時、向こうの方がぼーっと明るくなって、ちんどん屋の姿が現れました。大きな真っ赤な口でニヤニヤ笑っています。さあ、これから面白いものを見せてやるよ。えへへ。そう言ったかと思うと、ちんどん屋の姿が水の揺れるようにぼーっと霞んで、まるで映画の二重写しのように別のものに変わってきました。そしてそこに現れたのは、黒いシャツを着た西洋悪魔の恐ろしい姿でした。キャーと悲鳴を上げて最初に逃げ出したのはノロちゃんでした。井上くんもルミちゃんの手を引いて入り口へ引き返しました。しかし、入り口のドアは押しても引いても開かないのです。いつの間にか、鍵がかかってしまったのです。振り返ると、西洋悪魔の体に、またしても不思議なことが起こっていました。悪魔の体が足の方から溶けるようにスーッと消えていくではありませんか。そして首だけが残って、ふらふらと空中に漂っているのです。しかもその首が口を開けて、ケラケラと笑い出したではありませんか。三人は恐ろしさに声も出ず、身動きもできなくなって立ちすくんでいますと、この時突然パーッと電灯がついて、あたりが昼のように明るくなりました。悪魔の首はもうどこにも見えないのです。そこには一枚のガラスの大きなドアが閉まっていて、その向こうは一目で見える廊下です。実に不思議です。道化者と悪魔が煙のように消えてしまったのです。しばらくしても何事も起こりません。三人は入り口を塞がれてしまったのですから、どこかに出口を探さなければなりません。そこで井上くんは思い切って正面の一枚ガラスのドアを押してみました。すると、音もなくスーッと開くのです。三人はそのドアの外の廊下に出ました。見ると、向こうに小さな木のドアが開いたままになっています。井上くんたちはそこに近づいておずおず中を覗いてみました。ドアの中にもう一つのドアがあって、それも開いています。そしてその向こうに電灯のついた小さな部屋があるのです。井上くんはルミちゃんとノロちゃんの手を引いて、
その小部屋に入ってみました。三人が入ると、二重のドアがぴったりと閉まってしまいました。あっと言ってドアに飛びつきましたが、もう遅かったのです。にわかに部屋が大地震のように揺れ始めました。そして実に恐ろしいことが起こったのです。あっという間にこの世が逆さまになって、床がスーッと天井に上がり、天井が下になってしまったのです。三人は腹ばいになって死に物狂いに床板にしがみつきました。ああ、恐ろしい夢でも見ているのではないでしょうか。二、少年探偵団の井上くんとのろちゃんと井上くんの妹で小学校三年のるみちゃんの三人が入れられた部屋が真っ逆さまになったのです。今まで立っていたところが天井になってしまったので、三人はわっと言って机の足にしがみつきました。ところが不思議なことに、逆さまになっても机も椅子も子供たちも天井にくっついたまま少しも落ちないのです。変だなぁと思っていると、部屋はまたぐるぐる回り始めました。もう目がくらんで今にも死にそうです。そのうちに部屋の揺れるのがだんだん静まって、やがてピタリと止まりました。三人は急に起き上がる力もありません。その時、部屋の一方のドアがスーッと開いて、人の声が聞こえてきました。うふふふ、驚いたかね？早くこっちへ来なさい。出ないとまた部屋が回り出すよ。三人はそれを聞くとびっくりして起き上がりましたが、足がふらふらして歩けません。何度も転びながらようやくドアの外へ出ました。そこは真っ暗でした。その闇の中にぽっと二つの青い玉のようなものが光っています。三センチほどの丸いものが二つ並んでギラギラ輝いているのです。ふふふふ、見えるかね？これはわしの目玉だよ。そんな声が聞こえたかと思うと、あたりがスーッと明るくなってきました。その薄明かりで見えたものは、ああ、そこにいたのは一匹の恐ろしいライオンでした。茶色の毛が大きな顔の上に逆立って、二つの青い目がギラギラと光っています。三人はわっと言って、さっきのドアに飛びつきましたが、いつの間にかぴったり閉まって開きません。仕方がないので、部屋の隅にうずくまってしまいました。おお。ライオンが恐ろしい声でうなりました。そして、のっし、のっしと、こちらへ近づいてきます。おお。また一声うなって、ライオンがぐわっと真っ赤な口を開きました。三人は頭から食われてしまうのではないでしょうか。わははは。不思議不思議。その時ライオンが人間の声で笑い出したのです。お前たち、ここは魔法屋敷だよ。だからどんな不思議なことでも起こるのだ。さあ、見るがいい。ライオンがぴょんと飛び上がって、くるっとひっくり返りました。すると、ライオンの腹が真っ二つに割れて、そこからさっきの西洋悪魔の黒い姿が現れたではありませんか。人間がライオンの皮をかぶっていたのです。わははは、どうだね。まだまだ君たちのびっくりするようなことが起こるのだよ。それから西洋悪魔は三人を二階の一室に閉じ込めてしまいました。大きなベッドが一つ置いてあって、三人にそこで眠れというのです。その部屋には、鉄棒のはまった小さな窓が一つあるきりで、そこから
月の光が差し込んでいました。のろちゃんは、井上くんの肩に乗って、窓から外を覗いてみました。窓のすぐ外に高い塀があって、その向こうは原っぱです。ああ、いいことがある。バッチを使えばいいよ。のろちゃんは飛び降りて、井上くんに囁きました。すると井上くんもにっこり笑って、ポケットから少年探偵団の希少の BD バッジを一つ取り出しました。それから上着のポケットから手帳を出して、紙を一枚ちぎり、鉛筆で何か書いて、BD バッジをその中に包んで丸めました。のろちゃんはそれを受け取ると、また井上くんの肩に登って、丸めた紙玉を力任せに窓の外へ放るのでした。バッジは放る時の重しになったのです。あくる朝のことです。のろちゃんがふと目を覚ましてベッドの上を見ますと、そこには井上くんもルミちゃんもいなくなって、二匹のライオンの子供が長々と寝そべっていました。のろちゃんはギャッと叫んでベッドから飛び降りましたが、その時自分の体を見て気絶しそうになりました。自分の体にも茶色の毛がいっぱい生えていたからです。3。井上くんとのろちゃんと井上くんの妹のるみちゃんの3人が魔法屋敷に閉じ込められ、ベッドで眠って目を覚ますと、3人とも子供のライオンに変わっていました。魔法の力でライオンにされたのかとびっくりしましたが、実は寝ている間にライオンの毛皮をかぶせられていたのです。朝になるとあの西洋悪魔が入ってきて毛皮を脱がせてくれましたが、それから3人は次々と気味の悪い不思議なものを見せられました。部屋を歩いていると床の落とし穴がパッと開いて、その下に滑り台のようなものがあり、3人はスルスルと地下室の底へ滑っていきました。その薄暗い地下室にはいろいろな形のロボットが立っていて、ギリギリと歯車の音をさせながら3人を取り囲むのでした。その次は四方の壁も天井も床も全部鏡を張り詰めた部屋へ入れられました。三人の姿が鏡から鏡へと反射し合って何百何千と重なって見えるのです。井上くんものろちゃんもるみちゃんもあんな変な気持ちになったことはありません。何百何千という自分が上下四方からうじゃうじゃと固まって自分を睨みつけているのです。その他、まだいくつも不思議な恐ろしいものを見せられましたが、その後で西洋悪魔に連れられて2階の廊下を歩いていますと、突然、どこからか妙な笑い声が聞こえてきました。西洋悪魔はびっくりしたように立ち止まってしばらく考えていましたが、ある部屋へそっと近づいて、そのドアをパッと開きました。するとそこに、思いもよらぬ一人の少年が立っていたのです。ああ、貴様。少年探偵団長の小林だな。西洋悪魔がぎょっとしたように叫びました。その通り、僕は小林だよ。井上くんとのろちゃんが手帳の紙に手紙を書いて BD バッジを重しにして窓から投げたのを近所の子供が拾って僕に届けてくれたんだ。それで僕はさっきからこの魔法屋敷に忍び込んでいたんだよ。さすがの魔法博士も油断をしたものだね。魔法博士だって？そうさ、君はそんな西洋悪魔に化けているけれども、ちゃんとわかっている。黄金の虎の事件で僕たち少年探偵団に負けたあの魔法博士だ。今度はあの時の仕返しをしようとしたんだろう。だが、僕が来たら、もうダメだよ。ちょっとその窓から下を覗いてごらん。そう言われて西洋悪魔の魔法博士は、思わず窓の外を覗いたかと思うと、あっと言って立ちすくんでしまいました。
20人近くの少年探偵団員たちが魔法屋敷の塀の外をぐるっと取り巻いていたからです。君が井上くんたちを返さなければ、あの中の一人がすぐ明智先生と警察へ知らせるのだよ。負けた。わしの負けだよ。君の言う通り、ちょっと仕返しをしてやろうと思ったのだが、君にかかってはかなわない。BD バッジの通信とは気がつかなかった。今度も兜を脱いだよ。魔法博士は残念そうに苦笑いをするのでした。その後で井上くんやノロちゃんの話を聞いて、小林少年は魔法屋敷の秘密を見事に解き明かしました。この家の入り口を入った時、チンドン屋の姿がぼーっと消えていって、西洋悪魔が現れ、それが首ばかりになったのは、一枚ガラスのドアを鏡に使った奇術だよ。チンドン屋は君の部下だったね。まず、チンドン屋がガラスドアの向こうに立って姿を見せておいて、そこの電灯を消すと真っ暗になって、チンドン屋は見えなくなる。その時天井に仕掛けた箱の中に西洋悪魔の君が立っていて、その箱の電灯をつけると、ガラスドアのちょうどチンドン屋のいたあたりへ姿が映るのだよ。それから首ばかりになったのは電灯を動かして顔だけに当てるようにすれば、胸から下は暗くなってガラスに映らなくなるのさ。もう一つの部屋がぐるぐる回ったのは遊園地などにあるびっくり感の仕掛けで、三人の立っている床はゆらゆら動くだけでひっくり返りはしないのだ。周りの壁や天井が箱のようにできていて、それがくるくる回るので自分たちが天井に上がったように感じるのさ。えらい。やっぱり小林団長の知恵は大したもんだ。では、わしが負けた印にあの三枚の子供ライオンの毛皮は、君たちのおもちゃにあげることにしようね。こうして、少年探偵団は、またしても大人の魔法博士を打ち負かしてしまったのでした。